島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。ご無沙汰しております。約1ヶ月ぶりぐらいのワンハンになると思うんですけど、いろいろお問い合わせや、ご心配をおかけいたしました。なんか体が悪いんじゃないか、大丈夫ですかみたいなメールをいただいたりもしたんですけど、ご注文やお問い合わせがすごく殺到して、発送をなるべく最優先でやっておりましたので、なかなかこう更新することができず申し訳ありませんでした。はい、また今日から、ワンハンいろんな手作りをご紹介したいと思います。本日はこちらです。先日新入荷でもご紹介しました花のカラーパーツ、全9色ありますが、こちらを使った、本日はイヤホンジャックとイヤリングをご紹介したいと思います。では早速どうぞ。では早速やっていきたいと思います。こちらの花のカラーパーツですね、全9色あるんですけど、花の上と下のところに丸カンがついてますので、こちらを利用したいと思います。はい、そして、ピカピカゴールドの丸カン4ミリを1つ用意して、3時と9時をしっかりギュッと持ったら切れ目を上にしていただいて、これを自分か向こう側にピッと開いて開けてください。開きます。そして、こちらの花パーツのここに引っ掛けます。そして、私は向かい田なので M のイニシャルのパーツをここに引っ掛けます。この時ですね、表と裏があるので、つけた時に裏側にならないように確認しながら、表と表を合わせるとちょうどいい感じになると思います。はい、そうするとこんな感じで、はい、表くっつきますね。はい、でもう一つ同じように、4ミリの丸カンを用意します。こちらを同じように開いてください。そしたら花パーツのもう一つの方の丸カンに引っ掛けます。そしてこちらイヤホンジャックですね、スマートフォンなんかにピッと刺したりとかするんですけど、ここを引っ掛けます、丸カンを。そして、3時と9時をしっかりギュッと持ってピッととします。はい、そうするとこんな感じで、はい、イヤホンジャックが出来上がります。これはですね、店舗に来られた、いつも来てくださるお客様がお友達へのプレゼントとして作られた作品です。続いて同じ要領でいきますが、イヤリングの方なんですけど、丸カンをピッと開きます。そして、花パーツのところに引っ掛けて、今度は R にしてみました。イニシャルが全て揃ってないんですけど、形が可愛いので買うっていう方も結構いらっしゃいます。そして丸カンをピッと閉じます。そうすると先ほどと同様、こんな感じで花パーツにイニシャルがくっつきます。そして、バネ式のイヤリングのパーツ、ここちょっと上をピュッと曲げていただくと隙間ができて開きますので、ここに花パーツのこの金具を入れてください。で入らないときはちょっと広げて、はい、で入れて、でこれを閉じます。はい、そうするともうとっても簡単にイヤリングができます。お花の色を両方耳合わせてもいいですし、別々の色にしても、はい、可愛いと思います。とても簡単に出来上がりました。こんな感じでイヤホンジャックに、はい、くっつけることもできますし、はい、こちらイヤリングですね、こんな感じで出来上がります。とっても簡単ですので、ぜひチャレンジしてみてください。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましても、こんなの入れてほしいとか、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。